ピトルッチは、コンピュータビジョンや自然言語処理で利用されている統治を元に作られた Python のオープンソースの機械学習ライブラリーである。最初は、Facebook の人工知能研究グループ AI リサーチ、l a により開発された。ピトルッチは、フリーでオープンソースのソフトウェアであり、修正 BSD ライセンスで公開されている。Python インターフェースの方が宣伝されており、 活発に開発が行われているが、C インターフェースも存在する。様々なディープラーニングのソフトウェアがピトルッチを利用して構築されており、その中には、ウーバーのパイロ、ハッキングフェイスのトランスフォーマーズ、カタリストなどがある。ピトルッチは次の2つの高度な機能を備えている。Facebook は、ピトルッチと、コンボリューショナルアーキテクチャーフォーファーストフィーチャー。 エンベッティングをメンテナンスしていた。しかし、互換性がないためピトルッチで定義されたモデルのカフェに、絵の移行やまたその逆の作業が困難であった。これら2つのフレームワークでモデルを変換することができるように、2017年9月に Facebook と Microsoft がオープンニューラルネットワークエクスチェンジプロジェクトを作成した。2018年3月下旬にカフェには、 ピトルッチに併合された。2019年12月、プリハードネットワークスは、自社開発していたチェーナーのバージョン7をもって、ピトルッチによる研究開発へ順次移行していくことを発表した。ピトルッチは、テンサー、当地、テンサーと呼ばれるクラスを定義しており、均質な多次元の長方形の数値配列の保存と演算に利用している。ピトルッチのテンサーは、ヌーンパイの 配列アレイに似ているが、クーダが有効な NVIDIA の GPU 上での演算も可能になっている。ピトルッチは様々なテンサーのサブタイプをサポートしている。ピトルッチは自動微分と呼ばれるメソッドを利用する。レコーダーは実行された演算を記録し、その後、勾配の計算を行うときに記録した演算を逆方向にリプレイする。このメソッドは ニューラルネットワークの構築時に特に強力であるため、順方向のパラメータの微分を計算することで、1エポックの計算にかかる時間を節約することができる。当時、オプティムはニューラルネットワークの構築時に使用される様々な最適化アルゴリズムを実装したモジュールである。通常使用されるメソッドのほとんどはすでに対応しているため、スクラッチで構築する必要がない。 ピトルッチのオートグラッドは簡単に計算グラフを定義して勾配を得られるようになっているが生のオートグラッドは複雑なニューラルネットワークを定義するには少し低レベルすぎる場合がある。そのような場合のサポートとして NN モジュールが提供されている。ありがとうございます。